カフェのね、店員さんが可愛くてご飯に誘いたいと思ってます。毎日通っていて、かつ2回ですが、数十秒ほど軽い雑談をしましたので、認知はされてます。次会うときは、に名前や年齢を聞き、雑談から繋げて連絡先を聞こうと思ってるんですが、プランとしてはどうでしょうか。私たちはまだラポールが浅いので、もう少し関係を含めた方がいいのかなと思うんですが、大悟さんいつもどうやってナンパしますかってことなんですが、僕は基本的に店員さんをナンパすることが非常に多いです。なんでだろう、店員さんとあんな可愛く見えるんだろうね。スタバの女の子って大体可愛く見えるじゃないですか、あのエプロンつけてると。僕は、スタバの、人を口説きたいなと思ったときとかは、スタバの子を口説いて、緑色の裸エプロンをさせてコーヒーを入れてもらったらどういうプレイになるのかとか考えたりとかするんですけども、まあ、頭おかしいですからね僕はね、はい、これから頭おかしいキャラでいこうかな、そうします、ちょっとまともキャラで卒業します、ちょっと頭おかしいキャラでいきます、はい、ナンパ結構するんですお店の人で仲良くなったりするんですけど、これでコツがあるんですよ、お店ナンパのコツを教えよう、他の人が見てないところでやってください、絶対に他の店員さんが見てるところ、特に女性の店員さんが見てるところで女の子を口説くとまず断られます、あの子ナンパされてたよねとか連絡先交換してたじゃんっていうふうに言われちゃうと居づらくなるので、女性は男性よりもはるかに周りの目を気にします、ナンパされているということがバレたりとか、なんかたくさん会話をして仲良くなってるねあのお客さんとってことはバレた瞬間に終わります。だから僕がいつもやるときにはどうするかっていうと、連絡先を周りの人が見てないところで交換するか紙に書いて渡します、でこれで連絡来るの待ちます、はい、脈ありゃ来ます、で脈なかったらその場で聞いたところで教えてくんないんで、だから普通に店員さんはそれで行くといいと思うんですけど、ナンパって基本第一印象だけで決まっちゃうんで、普通に連絡先渡した方が早いですよ、それダメだったら諦めてください。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます、よかったらぜひチェックしてみてください、さらにチャンネル登録もお忘れなく、それではバイバイ。